ゆうすけ的元気。はい、皆さんこんにちは。ただいまここはダイニング号に、まあ、相変わらずのダイニング号なんですが、いつもとこう見ると一緒なんですが、何が違うか、ダダン、ほら、リンクが登場出るってプロレスデビュー、はい、なんと店の中にリングがこう、ここで今日はあの大阪道頓堀プロレスがですね、プロレスをこう見ながらプロレス見てご飯が食べれる、こんなところはもう今まで、まあ、日本一緒やもん、ね、日本初かどうかは知りませんが、少なくとも和歌山初やと思う、うん、ビール飲みながらさ、ビール飲みながらプロレスが見れるあれさ、僕もなんかリントとか振るやん、ギター持ってギターギター画面、太陽の画面、ギター画面、ビューティービューティー、太陽の画面、生演奏でイエイすごい、リングだった、結局お母さんだけ笑ったわ。今笑ってるわ。うちの母親でございます。勝手なこと言うなよ。勝手なこと言うなよ。来てくれてありがとう。僕らあの10分、5分ぐらいですか。そうですね。勝負ということで。はい。もう店長やったの。そうなんですよ。あのここの、ね、このトイレなどを作ったのは自分だよ。トイレを作ったんだよ。そうです、そうです。あの夜中まで作ったり、ここで掃除をしたり。あら。トイレに仕掛けなんかしてないでしょうね。してない、してない、してない、仕掛けするようになったらすぐ仕掛けますからね。はい、ここを、はい、立ち上げを手伝わせていただいて、それ、そして気がついたらこれですよ、このグリーンのね、この皆さん見てください、これあのね、すごいんですよ、このベルトは。もうこの WBC でメキシコがホームですよね。ホセスレイマンって大金持ちが10月です、10月、そうです。まあ決定じゃないけど、WBC はやらしてるって聞いて、JBC とかいろんなことがやる。でもまあ、進藤剛なんで、これ見てる全世界の皆さん、進藤剛は正しい道を進んでると、はい、それだけをまあ皆さん知ってください、はい、ということです。まあ、これはもうちゃんと間違いなく真のチャンピオンでございますから、はい、はい、よろしくお願いします。